うのを勉強してきたところね。電気もない小さな掘ったてのような小学校だったんですよ。あなたのような人を手放すのは私としては甚だ辛いのです。少しやかましいかと思いましたが、おかみさんがいい人ですからね。何かあったんですか？いいえ、父からです。ねえ先生、島から出てくる子供さんたち、明日の晩泊まるとこあるんですか？先生は子供たちを送るとすぐに島にお帰りなんですか？いや、それから先生探しですよ。なかなか来てくれてがありませんのでね。あ、でも今年は女の先生が来てくれることになったんで安心です。今日から新しいお友達が一人増えます。みんなと一緒にしっかり勉強しましょうね。よっちゃん、今度はおめでとう。長いこといろいろお世話になりました。これ教えてたもれ、姉ちゃん東京の学校の先生だろ。ダンス？島の学校の先生しないってもう不思議なのね。私なんて答えていいかわからなかった。私はあの子たちのためにどうしても島へ帰らなければならないと決心したんです。みんなになんてお詫びしていいか。それにね、みんなの島の生活についてっていう題で作文書いてもらいますよ。掘るときは面白かったけれど、背負って蹴るのは嫌だな。おお、じゃあその背負って蹴るときが嫌だなってことについて書けばいいのよ。はい。ミスター桃太郎、 Please give me a きびだんご。 Oh, yes. きそうもねえだら。ご祈祷の邪魔をすると天罰が当たって病人が死ぬぞよ。先生、母ちゃん助けて。私なんかドア上がってみても空回りするバカになって